アルバニア語はインドヨーロッパ語族アルバニア語派に属する言語の総称であり、また一般的にはアルバニア語派に属する言語のうち数カ国の公用語として用いられる標準アルバニア語を指す。ルーマニア語やブルガリア語と共通の特徴を持つバルカン言語連合をなす。本記事ではアルバニア語派及び標準アルバニア語について記述する。アルバニア語派に属するその他の言語は それぞれの記事を参照のこと。アルバニア語派は、インドヨーロッパ語族の語派の一つである。標準アルバニア語、アールバニティック語、アールバレンシ語などが含まれる。アルバニア語派に含まれる言語は、大きくトスクアルバニア語とゲグアルバニア語の二つに分けられる。シュクンビン側は、トスクとゲグの境界線とされており、それより、南のアルバニアとマケドニア共和国、ギリシャ、 イタリアのアルバニア人コミュニティでは、トスクアルバニア語が優勢である。主君ン,ン側より、北のアルバニア、およびモンテネグロ、コソボ、マケドニア共和国とセルビアでは、ゲーグアルバニア語が優勢である。現在の標準語は、トスクアルバニア語をベースに整えられたものであり、この系統に分類される。標準アルバニア語は、アルバニア、コソボ、北、マケドニアおよび、モンテネグロで、 公用語として用いられている。アルバニア語がインドヨーロッパ語族に属することが証明されたのは1850年代である。アルバニア語は基本的には古代のイリュリア語かダキア語のどちらかを祖先とすると考えられている。この二つの言語は2000年前に東南ヨーロッパで話されていた。長い歴史の中でアルバニア人はたくさんの語彙を周辺から借用した。 主なものには、ラテン語、スラブ諸語、ギリシャ語そしてイタリア語がある。アルバニア語は約600万人によって話されており、そのうち350万人がアルバニア国内で、それ以外では主にコソボ、マケドニア共和国、モンテネグロ、セルビア、ギリシャ北西部で話されている。また南イタリアとシチリア島においては約25万人によって話されている。 これらのイタリア領では15世紀頃に移住したアルバニア人であるアルベレッシュが中心となってアルバニア語のコミュニティが形作られた。現代では国外移住者によってブルガリアルーマニアウクライナをはじめアメリカオーストラリアにもいくつかの小規模な話者グループが形成されアルバニア語が話されている。アルバニア語が文字として表現されたのは比較的遅くアルバニア語で記された。 原尊最古の文献。テクスト群は15世紀の半ばに記された短い語句である。原尊する最古の印刷文献は、ローマカトリック教会の聖職者、ジョン・ブズクにより1555年に書かれたものである。アルバニア語を教えた最初の学校は1638年にフランシスコ会により設立された。アルバニアは当初はラテン文字で表記されたが、 1478年の完全征服から1912年の独立宣言までオスマン帝国による支配下にあり、その間にアルバニア人の多くがイスラム教への改修を行ったこともあって、アルバニア本土ではアルバニア語が政治的、宗教的理由により当時のオスマン帝国の公用文字であったアラビア文字で綴られたこともある。しかし、 独立回復後は再びラテン文字表記へと変更され、現在の標準的な書き言葉でもラテン文字が使用される。下表にアルバニア語アルファベットを示し、さらに再下段にて、それぞれの字母の発音を IPA で表しておく。新旧気候対応表、ありがとうございます。